こんにちは、アンです。今日は冬の磐梯山の登り方を説明したいと思います。冬の磐梯山は、3箇所登り口があって、一つは猪苗代リゾートスキー場、もう一つは猪苗代スキー場、そして最後に裏磐梯スキー場、この3箇所の登り口があるんですけども、猪苗代リゾートスキー場からだとゴンドラリフトを利用してそこから登ります。ほぼ直登で、後ろには猪苗代湖がこうグッと見えてね、とても景色がいいですね。でもう一つの猪苗代スキー場、ここから登りますと赤羽山っていうのを越えていくんですね。で赤羽山を越えると、その沼の平っていう古い河口のところに出るんですけど、そこから2ルートに分かれて、一つは伏峰と磐梯山の中間部分、腰の部分に出まして、そこから弘法清水小屋を抜けて頂上で、もう一つはその沼の平の部分から東尾根っていうのを登っていくんですね。これは冬しか登れなくて、あの雪が2メーターぐらい積もってないとね、ちょっと抜けられない感じだから冬限定なんです。で最後に裏磐梯スキー場からですと、この裏磐梯スキー場のやはりそのリフトを利用して、途中赤沼っていうやっぱり河口湖ですね。でそして噴気が2つ今でも出てるところを通り抜けて、でイエローウォールっていうね、あの氷の黄色い壁みたいのが冬場できるんですけど、そこを、横目に見ながら、河口壁、これは明治の噴火ですね、1888年だったかなの噴火でできた河口を登って、そしてやはり伏峰と弘法清水小屋、磐梯山の中間腰の部分に出るんですね。でそこから同じく弘法清水小屋を抜けて頂上。次回は猪苗代リゾートスキー場からの登りの実況をお送りします。ぜひ見てください。それでは。